さあ、じゃあ、収まる。コメ将軍。やっ。はい。じゃあ。はい、というわけでですね。今日はですね。もう終わった説明。終わってるよ。違くないだろう。違う。違うだろう。何が違うんだ。何が？違うんだろう。サンチャンカこんなグループじゃないだろう。サンチャンカはですね、何も言わなくてもですね、それぞれが何したいかをね、汲み取ってそれに合わせることがね、正直できてきてると思うんだよ。はいはいはい、まあそれはそうね。そう、じゃあお互い喋らなくてもエンドラトーンは余裕なんじゃないかってことで、それぞれツアーつながずに動きとか見て、この人これしてるな、じゃあ自分これしようって言ってエンドラを倒そうっていう。うん、余裕でしょ。なるほどなるほど。え、じゃあこの企画のゴールは何なの？どうなったらこの企画的にはサンチャンクの絆はバッチリですねってなるの？それで言うと、うん、ネザーパートはそれぞれ別行動だけど、そこからは絶対みんな一緒に行動してたり、プラスで、まあ、まあそれぞれが仕事したかどうかしてもらうとこは自分でできたとしてもしてもらうし。はいはいはい。目標タイムは目標タイム。あ、確かに1時間切れたら割と素晴らしいんじゃない。オッケーオッケーオッケー。じゃあその感じでいくわ。サンチャンク、それじゃあルザピがスタートって言ったら全員ミュートにしような。最後にちょっとなんか言い残したことある？今のうちだよ、今のうち言いたいこと言っとかないと。テキストなしっすよね。なしに決まってんだ。当たり前だろ。看板もなしだよ。看板もなしだ、ね、よ、はいはい、OK。 それでは皆さん準備いいでしょうか？ OK です。それでは行きます。用意スタート。ゴブ。ゴブで消えちゃった。よしよしよし。まあ私はまず普通のことをしていこう。ポジションで言ったら、まあ2人が何かしようとしてるのを見て、まあ2人がやってないことやってくみたいなの毎回やってるから、どっちにも転がれるように動いとくのがいいんじゃないかな。いつも通り行きましょうか。さあ始まりました。僕の仕事としては鉄調達かネザー準備、どっちだろう。クラフトがね早いんで。よし、まあ、まずは俺がやることといえば、とりあえず鉄とかを持って、いや静かですね、こういうのもいいですね。でまあここはルザックンの、作業台を使わせてもらうと。ツルハシでも作りましょうかね。で僕はこの辺で家でも作って寝ときましょうかね。やっぱ二人がうまいから、まあ、俺がやるそのべき仕事は何なんですかって言われたら、まあ迷惑かけないように寝ることです。はい。なんでこの辺で、暖を取りましょうかね。5分後ぐらい、また、ログインしたいなと思います。はい、それではちょっと僕の視点はもう使わないでください、これから。お、ルザピもう石器時代達成してる。ルザピからじゃあちょっと石もらおっかな。どこにいるかな、ルザピ。あ、いたいたいた。ちょっと石もらおっかな。石ください、石ください。石、おお、はいはいはい、伝わってる伝わってる、ほら。オッケー、そうなんよ、伝わるんですね、はいはい、私たち。石を、ね、欲しがってます、モグリさん。ありがとう。石取っとくか。じゃあ私はもう最低限準備できたんで、まあルザピがこう道具とか準備してくれてる間に、あれいなくなった。沈没船探しに行きます。さっき私がボート持ってるのルザピ見てたかな。ボート持ってるの見せとけばよかったな。沈没船探しに行くってそれで分かってもらえると思うから。みんなね、沈没船を海だ海だって言ってね、海に行ってるはず。あそこに壊れたネザーゲートあるね。ほら見ろ。ちょっと私探す役やっておくか。今ね、あそこに沈没船があるって言って。はい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 。だからついていきますこれ。さて、何が入ってるか。まあ大したもん入ってないと思うんだけど、RTA 一応ね。うわ、すごいいいの入ってた。ラッキー。ないですね。あ、沈没船だ。しなしかな。沈没船がないのはちょっと、ね、沈没船あるけど多分ルザピがあそこ潜っていくだろうから別の沈没船探そう。であそこで最低限個数集まってたらもうルザピゲート作っちゃうと思うんだよね。様子見てみるか。もう集まったかな。鉄がなかったんだ。鉄が集まってんのかな。いや何も見せてこないってことは多分集まってないね。集まってない。オッケーオッケー。じゃあ鉄探しに行きますか。
さて、米賞大丈夫かな今んとこ私とルザップは意思疎通めちゃめちゃできてんだけど、米賞大丈夫かな。あとね、食べ物ね、後々大事だから食べ物もどっかのタイミングで集めたいんだよね。嘘、ちゃんとやりますよ。マグマ溜まりがあったから、正直村とかがあれば一番いいんだけどね。じゃあ飯持ってってやるか。あ、砂漠だ。お、村じゃないか、あれ。きたー。いや、順調順調。まずちゃんとやるべきことやってる気がする。二人分の飯を持ってってやるか。鉄三つ。このログが出た瞬間に俺が村を見つけたっていうことは分かってるから、飯を持ってくんの秒読みなんじゃないかって多分分かってると思う。地元線がないですね、珍しく掘ります、ちゃんと。とりあえず実績でアピールしたい、いますってことを。守護できないかな。はいはい、金属手に入れましたと。ホットスタッフの実績出してネザー行けることをアピールしないとダメだから。この辺りでうろうろしてたらいるんじゃないかな。お、金属手に入れたね。レザー君が金属を手に入れるを達成と。鉄インゴット精錬した。やっぱりじゃあ、そっか、他の方法で集めたんだね。合流を目指しましょうか。これでこのゴーレムを倒した後2人と合流しよう。ホットスタッフ、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあもうネザー行くか。はいはい、できました。一旦今初期リスにいるっていうことを知らせるためにわざと死にます。死亡ログを流したら、あ、初期リスにいるんだなって分かって迎えに来てくれると思うんで、一回わざと死にましょう。スイートベリーで死ぬことで、あ、松のバイオームにいるねっていうのも分かるようにして初期リス集合。はい、迎えに来いの合図だ。スイートベリーでモグリーが食料ないから拠点付近にいると見た。迎えに来てくれってことだなって多分2人に伝わったと思う、今ので。どこだっけ、初期リス。いるはずじゃが。あ、いたいた、ちゃんと伝わってた。よしよしよし、センキュー、ありがとう食べ物。あ、俺も食べ物ある。あと米賞に伝わってるかなんだよ。んルサピも死んでる。オッケーオッケー、回収して戻るか。米賞にこれでメッセージ送ろうってことだ。あ、ちょっと待って。爆発音聞こえた。爆発音聞こえた。コメショ近くにいるぞ。コメショ近くにいる。クリーパー爆発した。あ、いた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 。はい、ちゃんと合流できるんですね。あ、いた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 。コメショに意図が伝わってたのかどうかわかんないし、わざとクリーパーを爆発させたのかどうかわからんけど、とりあえず意図は伝わってたみたいだね。はい。さあ。海へ行こう、君たち。船長についてきたまえ。完璧じゃないか、今。米粉は食料集めて、天栗さんは何してたんだろう。スイートベリー刺さって、ネザーゲート作って、合流と夜までに。はいはい、ここです、ここです。皆様。行きましょう。いざ、ネザーへ。サンチャンク。わあ、デルタだ。わあ、最悪だ、なんか嫌な予感する。この辺はどうなんだろうな。ほんでルザピが向こう行くと、じゃあ私こっち行こっかな。誰かが炎の中に達成したら戻ってくる感じになるのかな。コメショー向こうか。オッケー、じゃあ私あっち行きます。あ、もう全部デルタだ。あった、割とまずいなこれってみんな言ってる今。さて青森到着で、青森さんのブロック1個ぐらい持っといた方がいい気がする。あ、あったあったあった。てかあったわ。いやー、久しぶりに自分で行くから行けるかわかんないけど、ちょっと行きますか。久々に自分で行くな。いつもなんかルザピとかに任せちゃうから。で、別に苦手意識は全くないよ、むしろ得意。とりあえず実績だけ出して場所だけ知らせときます。見つけたってことだけ知らせときます。天栗が廃要塞を見つけたと。廃要塞見つけたってことは交易はいけるかな。実績だけ出しといて、これで2人が、あ、じゃあ廃要塞じゃなくてあっち探そうってなってくれるはず。
待って、アイテムいっぱいで拾えんかった。そう、こういうとこ RTA あんまりやんない人出てるよね。ちゃんとアイテム整理定期的にしないといけなかった。はい、これ下大丈夫よね。はい、でブロック回収して、これ本当は怒らせたいんだよな。怒らせて集めたいんですよ、豚を。これでいいかな。これ壊せば怒るかな。怒ってくれた、怒ってくれた。そしたらここの上登って、え、これ階段で上行けるようになってるはずなんだけど、階段ぶっ壊れてる、もしかして。階段がなんかちょっと特殊な形になってるっぽいから、自力で登っていきますか、横から。あ、登れた登れた、オッケーオッケーオッケー、いけた。でここを掘って、ここだっけ。そしてこれ壊す、ここ2マス掘って、こうだ。はい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 。でこれで私が交易してるっていうのを2人は分かってくれるはずだから、安心して普通の要塞だけを探す方に専念してくれるはず。あー、多分甘栗り交易してんのか。どうだろう。でチェスト開けよう。チェスト開けて怒らせて、でさらに交易行きましょう。ここ通って、やばいやばい、統合板統合板統合板、間違えた。待って待って、間違った、うっそ。待って、最近統合板しかやってなかったから縦構えようと思ってシフト押しちゃった。操作ミスった。いやこれさ、しかもさ、普段だったら喋れるからさ、くそ統合板と間違えたとか言えるんだけど、言えないから2人からしたらシンプルに私死んだみたいになってるよね。悔しいわこれ、言い訳できないのが悔しいわ。もう通話つないだら真っ先に言い訳しよう。もう来たー、要塞発見。ただ立てないんだよな俺。これはこれでありがたいんですけど、鉄がないがゆえ少しお厳しい様子。恐ろしい要塞。恐ろしい要塞ってどっちだっけ。普通の要塞。ああ、普通の要塞だ。じゃあ攻撃がしたいんですが、マジでなんもない。もう1000ぐらい離れたのに。最初にちょっといろいろ漁りたい。ありがてー。あ、グリッちゃん、しょうがない、そういう日もある。これはRTA じゃないから焦らず行こう。敵を倒しまくる感じで早く急ぐんじゃなくて、しっかりこれはブレイズロッドを持って帰ろう。広いですねこの要塞。あれ、なんか埋まってる、これなんだ、これこれめっちゃ、あれこれめっちゃ安全に戦えんじゃない、これ。なんかこれ埋まってるから、なんかここにしか分かんないんじゃない、多分ここ埋めちゃえば。時間かかるけどこれめっちゃ安全だぞ。はいはい、これでね攻撃してることをアピールすると、線離れても廃要塞がなかったから、とにかくエンパを取らないと。あ、エンパだ、すげえ。あ、変なとこ持ってる。いや、マグレちゃん取ってる気もすんだよな、エンパ6本。よし、十分。帰ろう。大金星なんじゃない、これは。ここら辺の亀裂のどれかなんだけど。一回溺れじゃん、一回溺れじゃん。
2人が積んだと思って迎えに来ちゃう可能性あるんだよな。一回これ溺れ死んでボートを作ろう。おまぐり、助けを求めているな。さては、おまぐり、わかるよその気持ち。何もすることねえよな。全ロスした時俺喋れるようになって、喋れる状況でも俺黙ってるもん。黙ってうろちょろしてるもん。その辺いつも迷惑かけてる分、今回俺が頑張るか。あー、要塞だ。要塞いらないのに、もう要塞入らずに行くか。あえて、あ、エンパ来た。もう十分だな。帰りますか。帰り道がシンプル、遠いが、まあ、集まってるでしょ全部。もう全部集まってる気すんだよな。正直合流してもいい気はする。サンチャンク、まあ、向こうネザー任せちゃってこっちで食べ物とか集めとくっていうのもね、手なんだけど、合流するよりも食べ物集めろが大事な気する。村とかあったら暑いけどな、この帰りに。いやー、帰り道ない。 どうやって帰るのこれ。企画関係なく過酷すぎる。この辺からデルタになってからから上掘ったらマグマの可能性が。オッケー。この辺だ。あとちょっとこっち側かな。誰かいねえか。いや、これ答え合わせ楽しみだな。ちゃんと伝わってんのかっていうのと、ちゃんと汲み取れてんのかっていう答え合わせ楽しみだよね。あ、村あった。村、水べりじゃなくてサボテンにしよっかな。ちょっとサボテン自殺繰り返そっかな。さっき溺れ死んで、ここで何回も死んだりするとさすがになんか意味あって死んでるなって伝わると思うんだよ。だから一旦ここでリスポーン固定して、あ、違う、もう誰か来てんのこの、あ、米商ここもう来たんだ。待ってるか。エンパ集めしてくれてると思う。アマグリはウルザックンは多分もう余裕っしょ。あ、めっちゃのタタある。じゃあそこだ。帰宅さあみんな集まってるはず。全てが誰か待って、サボテンで死ぬとアイテム消えちゃう可能性あるから、これに一旦全部預けますか。よし。ほんでサボテンで何回か刺さって死ぬことによって、現世に私はいますっていうアピール。2連続で死ねばもう伝わるでしょう。よし、ネザーにはもう帰りませんよっていうアピールです。これは私なりの。ハグリ何してんだ。サボテンが刺さって死んだ。自分はここにいるというアピールなのか。マグリ砂漠側にいる。とりあえずサボテン行くわ。サボテンあった、帰ろう。よし、まずはひとまず達成。初期値の方に戻るか。いやー、なんかいらんことせず待ってた方がいい気がする。ベッド作ってこのサボテンで死ぬか。現世に帰ってきたことを知らせないといけない。ベッド、ベッド。あー、マグリさんいた。ほら、こんなとこで合流できんだ。あとブレイズロッド、ブレイズパウダー。俺がネザーにいるということを教えたい。どうしたらいいんだろう。チェスト作って死にたいけどな。これちょっとルザックの木材もらおう。ちょっと一旦リスポーン付近に戻りますか。ベッド欲しい。ベッド、ベッドもらいチャレンジしよう。ちょっと一回リスポーンに戻ってスイートベリーで死にますか。ベッドもらえるか。へい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 。誘導されてる。トゲにするのか、もしかしてトゲ集合か。かまどだけ作っときたいな。で、これ掘ってたらルザピがワンチャンくれる可能性ある。水、石持ってないかな。丸石、温泉、これを見せたら温泉で肉を焼きたいってのも伝わる。温まろうってことだ、おそらく。温泉で温まろうってことだ。持ってなさそうなんで普通にかまどを作って、で、あとは米商と合流しよう。これ温泉が温まってます。一体化してるっていう、あれか、擬態してんのか、かくれんぼしてんのかな、これは。満足したらしい。多分かくれんぼしてるわ。ここら辺で肉を焼きます。リスチ設定してとチェスト作って、よし、これでマグマキューブに殺されて、でマグマキューブに死んだと思うやん。で、死んですぐこっち来て多分気づいてくれると思うんだよね。
リスチーは設定してるんだなみたいな。あ、コメッションマグマキューブ、あマグマキューブに殺害された、これロストない？コメショーどこだ？コメショーにその場から動かないように私もちょっと、はい、これでもう一回マグマキューブにやられて死にますよと。2回出た、はい、なんですぐ死んでるんですかってなると思うから、あこっちで合流しようっていう意味だっていうことに気づいてほしい。一応これわざとだよ。ネザーゲートの近くで待ってるっていうメッセージだから、こっちに来てもらおう。あマグリはスイートベリーの時アスチョ基地にいるんだよと。でルザックの進捗が欲しい。でこっち2人いるっていうメッセージのためにルザピにも、この死んだ方がいいのか。さては、あちゃんとやってる、ちゃんとやってる、伝わってるわルザピにもやってほしいなって言ったらちゃんとやってた。あれじゃあルザックも初期値いるのか。オッケーオッケーオッケー、ちゃんと意思疎通できてる。ルザックん現世帰ってたんだ。だとしたら話は早い。でもあいつら的にはもうパウダー持ってきてなかったら、もう俺がパウダー持ってきてなかったら終わりっていう。あいつら俺を信じてくれていると嬉しい。どうせ米将軍だから全ロスして帰ってくるやろうと思われてたら悲しい。あ、あ、あ、誰かいる。米将軍だ。米将気づけ。米将気づいて。後ろ。後ろ見て。そっちじゃないよ。いた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 。完璧。あ、いたいた、米将。米将いた。よし。行こう行こう。行くぞ。サンチャンク。合流できた。さあ、そして物があるのか。ほらよ、これが欲しかったんやろ。あー、来た来た。完璧じゃん。え、マジで完璧じゃない？この意思疎通。投げよう。何を考えてるんだ二人は。甘栗には掘り越します。なぜかいつもは僕はリードする係なのに今回は死んじゃったな。どうしよう、コメショールザク、今回ばかりはオイラを助けてくれ。こいつ多分言ってたんだろうな。完全に俺はもうその言葉を汲み取ってそれに徹したよ。寝ようぜ寝ようぜ。伝わったぞ。ちゃんと伝わるよ。オッケー。あれ羊だよな。ベッドが足りないかもしんないから、2人がベッド持ってないってことさっきので判明したから、米商一回村行ってるっぽかったからベッド持ってんのかなと思ったんだけど、持ってないこと判明したからちょっと多めに持っていきましょう。はい、羊は回収してくよ。オッケー、これで足りるわ。行こう。はい、ま、戻った。あ、マジでこの辺だ。ここら辺だ。あ、ここだ。あ、アイスパイ。あぶねえ。行くぞ。探せ探せ。固まってた方がいい気すんだよな。いやでもこっちこっちってできるか。あった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 。今の経験値シルバーフィッシュのあれだな。スポナーだ。来た。ホットスタッフ、オッケーオッケー。そしたらテンダーに足りないふりしよう。バレるかな。足りないふりバレるのか。バレる気がする。どうせあるんでしょって言われる。はい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 。あれマジないの。あるよね。嘘やん。あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ行こう。あるよー。あるかい。なんでなんでそれ。行こう。行くぞ。もうあとはもうルザピの独壇場でしょ。
よし、いけいけ。うまくり、これ大事やぞ。ベッドバカーやるんやったら完全にルザ君追従しないといけないから。オッケーオッケーオッケー、やっていいよやっていいよやって。あー、ベッドバカーするんだね。もう完全に理解してる。オッケーオッケーオッケー。あー、こっちね。でこっち固まっとかないといけないんだよこれ。ただエンパないから。出た。あー、マグリが気利かしてるわ。しかし不運だから出ず。山田氏、宮本武蔵、降りてこい。見えない。来た。頑張れ。どうや。よーし、ナイス。やったー、ナイス。ちょうど1時間ぐらいじゃない。サンチャンク、よいしょ、ナイス、ナイス、すごい。え、どうだった2人視点。私視点は完全に全部意思疎通できた気する。完璧だった。いや、完璧でしょう。だよね。うん、ネザーは、うん、マグリがなんかやられた、もしかして。そうそう、あれはね、ちょっとマジで、うん、あそこだけミスなんだけど、マイクラバーサスの練習しすぎてて、盾をね、シフトで盾発動すると思って普通にミスって盾持ったままシフトしながらピグリンにやられたんだよ。ちなみに俺、ルザックンが現世にいるのかネーザーにいるのかだけが分かんなかったから。そうだね。マグマキューブになんか不良の事故じゃなくて、ちゃんとスポンジ点設定して殺されてますよの意味で、入ったところに入れるよ、合流しようの意味だったけど、ルザックンがトゲで死んだから、あ、現世にいるんだってなって、トゲっていうことは初期値に戻ったら合流できた。全部ない、ないふりは。あれやばー、ちょっとこれ、うん、うわー、ネザー行かなあかんのかと思って後ろ行ったらゴーンって落としたからちゃんと突っ込んどいたよ。よかった。うん、フリだった、ね、面白かったっていう。これ編集した後の動画が3人楽しみだね、うん、これ。でも完全になんか意思疎通できてたと思うよ、完全だと思う、うん、いやマジでここまでなんかなると思うか、なんか誰か合流するために待ってあれみたいな。めっちゃスムーズだった。今後私たち通話いらないんじゃないもういらない。だってほら通話してる時の方が長いまであるよ、うん、予想してなかった。久しぶりに気持ちのいい動画にね。じゃあ企画者のルザック君まとめてもらって。はい、今回のツアーなしエンドラ討伐で、それタイム的にも本当にちょうど1時間ぐらい、うんうん、うんうんうん、普段の撮影3時間するのに確かに3時間かかる。チートあって3時間かかるのに、ね、喋んない方がみんな真面目にやるかもしれない、うん、ね、でも次回以降エンドラ討伐以外もツアーなしでやるということで、はいはい、そういうことでいきましょう。サンチャンクバージョン2もお楽しみに。お疲れちゃんちゃん。